ないという状態が続くと、ウルノから小森だ、藤田だ、藤田の左足、熊本先制。前半のアディショナルタイム、藤田俊也がいました。熊本先制です。今右から小森田が仕掛けてきて、まさしく今、お話ししてた形ですよね、はい、いや失礼、ウルノが仕掛けてきて、で小森田ですよね、ここで打つかと思って、ここからです。これ小森田にはついてたんですよね、ただ2列目から出てきた藤田には突き切れてなかった。